人類の偉大な発見はすべてふとした疑問から生まれてきた。なぜリンゴは落ちるのか、なぜ星は動くのか、そんな驚きの発見を生むパッとひらめいたハテナ、それがハテナなのだ。この番組はひらめき脳の千原ジュニアと知識脳のロザン宇治原、そして凡人脳のロザン菅が日常のふとしたパテナから驚きの答えを導くバラエティー、ジュニアロザンのパテナの神様。今夜は新たなパテナ。全16回のテーマの中から続いて新たに視聴者からパテナが寄せられたのはインスタント麺。日清のチキンラーメンが世界初のインスタント麺として誕生してから55年。日本で生まれたインスタント麺は今や世界中で愛されています。安くてうまくて手軽なインスタント麺、なんと全世界で年間980億食も食べられているんだそう。そこで生まれた新たなパテナ、世界中で一番おいしいのはどこの国のどんな商品な？ベトナムとかおいしそうじゃないですか、フォーとか。フォーね、フォー言うても日本が世界で一番、まあ、日本が一番だと思いますけどね。まあ、そうじゃないの、ね、石原さんなんかどうですか、もう今はもうあったかい手料理手料理で、高価ななんかミキサーで作ってもらった料理食べてんじゃないですか。いや、じゃ高価なミキサーってな、ジュニアが、出産祝いにくれたやつやねん。自分で自慢や、自分で高価言うてるやん。ミキサーが欲しい言うから、そんなもんね、まあ言うたって1万円2万円思いますよ、なんか指定されたミキサー買いに行ったら8万円。いやこっちの値が回りますわ。俺さ、そういうその芸能人 の, その若い可愛らしい女の子と結婚した時はどうなの、毎日家帰る時はなんかどういう感じなの、どういう感じですか、毎日それ。いや、それはあのやっぱり慣れてきますよ。慣れてくるの普通に、もう普通になって日常になってきます、それが。ああそう、まだそんなこと言うてくんのは、ほんま若手芸人くらいそんな質問してくんの。世界中のインスタント麺で一番おいしいのはどれ、その答えは世界一うまいのは日本の麺と外国の麺が競った結果に決定。いくらなんでもこれは簡単にわかるはずがないと思っていた矢先、チーフ AD のキラくんがすごいものを発見。キラどうした？見つけたのはインスタント麺マニアのアメリカ人。これまで世界中1000種類のインスタント麺を食べ、ホームページに全ての商品の味の感想を記録しているんです。各国のテレビや雑誌など30社から取材を受けているハンズさん、日本のテレビ局はまだないみたいやから、ハテナが一番に取材したろ。でも英語ペラペラなスタッフがいてないので、急遽英語が喋れる芸人をブッキングしました。しまったのか、しまったのか。初の外国人店主として今回調査してくれるのはアメリカオレゴン出身、枚方在住の芸人リー・ゴセ。早速取材交渉してもらうことを伝えると、なんだと、俺が交渉せなあかんの、しまったのか、しまったのか。とはいえ英会話教室の先生もしているとっても真面目なリー・ゴセ、無料の海外テレビ電話スカイプで交渉開始。 Hello? 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 Hans, is that you? That's me. Hello, Hans, I am Lee, God of Patena. We're looking for the most delicious instant noodles in the worldWhat is patena? Patena is a pretty difficult Japanese word. That's not important here. And I have a catchphrase that I want some help with you here, Hans. Shibai taroka. Shibai taroka? Very nice. Shibai taroka.
See, look at you, perfect. You learned a good Japanese word today. そんな覚えさせたらあかん。ハンズさん、お付き合いありがとうございます。Let's go. では、いよいよ世界で一番おいしいインスタント麺発表しますよ。Number three on the list. This is from Thailand. This is Mama Creamy Shrimp Tom Yum. トムヤム。第3位はタイのトムヤムクンラーメン。エビの頭を長時間ボイルして作ったクリーミーなスープが麺と絡まって癖になるうまさなんやって。 Number 2 is from Japan. From Japan. And it's called Myojo Ippi-chan Yakisoba. Ippi-chan Yakisoba. Very nice. Japan is number 2. 第2位はなんと日本の明星一平ちゃん夜店の焼きそば。いやこれ入れてくれたら信用できんな。日本で売ってんのと同じですが、よう見たら説明が英語やん。そんな一平ちゃん、ハンズさんが最も気に入ってるところは、からしマヨ。からしマヨ、からしマヨ、very nice。わかるわ。ソースとからしマヨの組み合わせ最高やもんな。他にも札幌一番などの海外版がハンズさんのお気に入り。それではいよいよ第1位の発表です。世界で一番おいしいインスタント麺は日本のものなのか、それともまだ見ぬ外国のものか。 Number 1 is a variety from Indonesia. インドネシア。Indomie, and it is curly noodles with grilled chicken flavor. はい、ある第1位はインドネシアのインドミーカーリーヌードルウィズグリルドチキンフレーバー。カーリーとはカレーではなく麺の形状のこと、つまりインドネシア風塩焼きそばです。これを作っているインドフード社のインドミーはアジアでは他を寄せ付けないトップブランド。茹でた麺にチーソースや香辛料を混ぜ合わせて作ります。ハンズさん、お味はどう？ The noodles are a great consistency. There's a nice sweetness. There's a spiciness. Just enough salt. Yeah, I could eat this every day. しまいだろうか。なんでやねん。しまいだろうか。ということで、世界一うまいのは日本の麺と外国の麺が競った結果、インドネシアのインドミーグリルドチキンフレーバーに決定。